諸君、議会制議で重大なことは、継続を新安保条約など重大な案件が選挙の際には国民に信を問わない、その時には何にも主張しないで、ひとたび選挙で多数を取ったら政権についたら選挙の時公約しないことを平気で多数の力で押し付けようというところに大きな課題があると言わなければならんと思うのであります。会場が大変、騒々しゅうございまして、お話が聞きたい方の耳に届かないと思います。だいたいこの会場の最前列には、新聞社関係の方が取材に、おいでになっているわけですけれども、これはもう取材の、余地がないほど騒々しゅうございますので、この際静粛にお話を伺いまして、この後を進めたいと思います。それではお待たせしました、どうぞ。選挙の際は国民に評判の悪い政策は全部伏せておいて、選挙が多数を占めると壇上に一人上がりまして、浅沼さんに傷を負わせたようでございますので、しばらくこのままお待ち願います。